今からルーを洗っていきます。いつものこのシャンプーとコンディショナーですね。あと泡立てネットと洗面器、シャンプーを今から作っていきたいと思います。2倍から5倍に薄めるとあるので、こんなもんで薄めていきます。これは100均とかで買えるボトルですね。これに今水を入れてシャンプーを薄めました。これをよく振って使っていきます。主役のルちゃんが来ました。ルーちゃんは3週間前にシャンプーしたんですけど、まああんまり臭くないけど夏場なので、シャワーでうちは洗っていくんですけど、ぬるめですね。人が使うのよりぬるめにしていきます。まず体を濡らしていきます。じゃあ、リボンにしてます。で、シャンプーを作っていきます。じゃあ、この100均で買えるこの泡立てネットですね、洗面器を用意して、さっき作ったシャンプーをビーッと入れて、シャワーで、あっという間に泡ができるので、これで泡シャンプーをしていきます。手のひらと指を使ってよくゴシゴシしていきます。これは耳も毛が長いのでよく洗っていきます。
次はコンディショナーをつけていきます。ちゃんすごいあるね。水気を切っていきます。気持ち悪いね。よし、でじゃあ自分でタオルドライですね。大きいバスタオルで水気を取っていきますよ。くねくねやめて。ちょっとルー必死で今顔を拭いてるルーです。はい、ドライヤーしていきます。
を抜けますね。できたかな？どう？はい、ルーちゃん綺麗になりました。ルー